西所沢駅へ来ました。ここから西武狭山線へ乗り換えて西武球場前駅まで向かいます。子供の頃はこの車両がたくさん走っていたので、この車内の雰囲気はとても懐かしいです。やはりサンドア車のロングシートは長いですよね。それでは101系電車に乗って西武球場前駅へ向かいます。西武池袋線西所沢駅から西武狭山線へ乗り換えて西武球場前駅に着きました。今回はレオライナーでおなじみの西武山口線に乗ります。1985年からコンクリートの上をゴムタイヤで走る案内非常識鉄道で運行が始まりました。多摩湖駅から西武球場前駅までの 2.8 キロの距離を8500系の車両が3編成走っています。まずは V1-8501 編成です。アイボリーホワイトの車体に青、赤、緑の3色ラインが入っています。昔から馴染みのあるライオンズカラーです。西武山口線には V1 から V3 までの3編成があります。まずは白い車体の V1-8501 編成が到着しました。両サイドにある赤い軌道に挟まれるようにその間を車体が通る仕組みとなっています。電力の供給は通常電車は車両の上を通る架線からパンタグラフを通して供給されますが、西武山口線ではタイヤの高さのちょうど真横にある電線から供給されています。続いて V2-8511 編成です。西武鉄道の SDGs プロジェクトとしてグリーンアッププロジェクトトレインのラッピングが施されています。 V2 編成が発車していきました。そして最後は V3-8521 編成です。2021年5月にグランドオープンした西武園遊園地のラッピングが施されています。グランドオープンした西武園遊園地では古
古き良き昭和の街並みを再現しており、それに合わせて1960年代に西武鉄道を走っていた車両のカラーをイメージしてラッピングしています。U3 編成が発車していきました。座席は全てボックスシートで構成されています。車体そのものが小さいので座席の幅もコンパクトです。それでは西武球場前駅を出発して多摩湖駅へ向かいます。西武球場前駅を出発すると、右へ分岐しているのは西武山口線の車庫、山口車両基地です。しかしここでは車両検査などは行っていないので、検査の際は西武池袋線にある武蔵ヶ丘車両研修場へトラックで輸送して行います。途中の東中峰信号場に着きました。列車交換がない場合は上下線ともこのまま本線を直進しますが、野球の試合やイベントなどが開催される日は電車が増発されるので、ここで列車交換が行われます。
鹿子駅には1分ほどで到着します。全線をご利用くださいましてありがとうございました。次は鹿子終点でございます。お出口は右側です。停車中鹿子駅へ到着しました。2021年に西武遊園地駅から鹿子駅へ駅名が変更されました。向かい側は西武鹿子線のホームです。V2 編成が鹿子駅へ到着しました。再び西武球場前駅へ戻り、最初に画面から外れていた山口車両基地を確認してみたいと思います。まもなく終点の西武球場前駅へ到着します。左側にある施設が西武山口線の車庫である山口車両基地です。西武球場前駅に着く直前に本線と合流していきます。